ちらはブラーブリッツ秋田の試合をまず振り返りましょう。4月29日土曜日にホームで開催されましたファジアーノ岡山戦、早速試合結果から、ご覧いただきましょう。こちらです。0対1で終わり際ギリギリのところで1点を取られてしまって敗戦となっております。あのゲーム残念だったですね、わずか最後の最後、そこで の PK 取られて得点が、ただチームとしては前半相手にシュートも打たせることなくきちんと守って前からプレッシャーかけてやっていったと思います。ちょうど中心的な役割を担ってきた諸岡選手がイエローカード4枚でこの試合出れなかった。でその代わりに入った田中選手なんですけども、大変よくその後をカバーしてくれて戦っていたかと思います、でちょうどこの試合見て、前の長崎の試合見て感じたのはですね、ちょうど長崎の時も体が大きくてスピードがある外国人選手ですよね、その動きによって、翻弄されていたところもある。で今回も相手が前の外国人選手、体が大きくてその選手たちにやはり最後は要所要所で、優位に相手の優位な戦い方になっていた時、ここがちょっと気になるところではあるんですけれども、その他はきちんと自分たちの良さを出しながら戦っていました。で田中選手途中今回初めて中何戦目で初めてスタート切ったんですけれども、自分の良さを出していたし、なおかつ中盤からのミドルシュートは本当に素晴らしいシュートだったんですけど、相手のゴールキーパーにファインセーブされ、リブセーブですね、相手手に当たってそれがポストに当たって中でなくて外へ出た、そんなシュートもしてくれたですね、それはやはりよくやったと思います。それででも戦いは負けていますからね、はい、そこなんですね負けています。で元気よく入ってきましたね、中村さん負けています。でそのちょうど、ファールなったところなんですけれども、これがここに相手のクロスボールに対して、速攻から相手のクロスボールですよ。ディフェンダーの選手帰って、これ自分のところの、普通ディフェンダーの選手は後ろから来るんですけども、帰ってきた選手で、相手 のファードの選手が2人この間に飛び込んでいって、そして相手を倒した。でもボールは自分でクセンとクリアしていた。で判定は相手を倒した、そういう形。ちょうどこう立ってるとボールがこっちから来ます、ゴールに向かっていきます、みんな行きますよね、で2人ボールに接っていく、私も頭を出す、その時にこの選手に体がぶつかって倒れかかって、こういう感じのあれでした。でもそれも自分ではちゃんと勝ってますからね、こういうところでもやはり選手はここで抜かれたんだけど全力で戻りきって、こういうか、こういうところが彼ら自体が常に勝ち負けは必ずつきますけれども、一人一人の選手は全力で戦っているっていうのが見えるわけですね。ですからこの後もどういうチームと戦ってもこういう状況が必ず続くと思うんです。これが得点、審判に嫌われてるんじゃない？いや、なんか、いやいや、なんか。ああこの前の件ね、そうですね、完全ゴールだもんな。まあ当然非常に向こうのあの件については日本協会からも、あるいは審判委員会からも、この後こういうことないように審判のレベルアップのっていうコメントは出てますけども、ゲームですから、流れの中でのゲームですからね、判定は判定として尊重しながら対応していかなければいけないですね。でも本当によくやってると思いますね。ただあともう一つはね、今選手が
斉藤選手も三角突き、はい、中村選手も四角突き、はいはいはい、でこの前出た吉田も怪我、はい、後ろの方も怪我人が出てきてます。だからチーム全体で どれだけ底上げできるかというのはこの後の課題になってくるかと思います、ね。そして現在のブラウブリッツの順位がこちらです。ちょっと9位までね、落ちてしまいましたが、はい、ちょうどここはみんな団子10代まで団子状態ですからね、うん、次の試合、まあ、今週の水曜日ですか、はい、仙台、宮城との試合ありますね、はい、そういうとこなんかもやはりどうやって戦うか、向こうはやはりJ1 でやってるから秋山は絶対負けたくないというそういうものを持ってるだろうし、こっちは何って言って向かっていくだろうしね、そこなんかも楽しみに見たいなと思います。そうですね、やっぱり1個負けるとドドドンと下に下がってしまうので順位的にはね、はい、そうですね、10何位、17、18位ぐらいまで、はい、まあ団子ですよ、勝ち点3でどんどん変わってきますから、うんうんうん、そしてもうあさってですね、次の試合が5月3日アウェーベガルタ仙台で、またホームに戻ってきて7日の日曜日に栃木 SC、はい、そうですね、はい、続きますね、はいはい、まあ、全力でやってもらいたいし、我々にアピールできることをどんどんやってもらいたい、選手もね、一つ一つの結果でなくて全力で戦い抜くっていうそういう気持ちすべて持ってますからね。本当怪我には気をつけてもらいたいですね、うん、ここまた連戦になるので、うん、きっと疲労も溜まってくると思うので、はい、3日水曜日がアウェーベガルタ戦、そして7日日曜日がホームソユースタジアムで栃木 SC と戦います。そしてブラウブリッツの、話題の後はですね、中学校のサッカーですね。秋田市中学校春季サッカー大会が4月22日から開催されておりまして、29日、先週末の土曜日に決勝が行われておりました。尾形さんもこちらはあれですか、この日は私、はい、ブラブリッツの試合です。ああ、そうなんですね、はい、今回はどういった感じでしたか、春季大会は。29日は準決決勝だった、はい、その前の週が1回戦からの試合でした、はい、今ちょうどサッカーをやってる学校が18チームあるんですね、うん、で18チーム中、4チームですね、これが人数足りないために合同チームで参加してるっていう形です、ね、はい、そういう中で春先の大会や今のところは大体どのチームも団子状態な形になっているんですね。そういう 1-0 とか 2-1 とか PK 戦とかな、そういう戦いです。この後中学校は今の春季大会終わった後、秋田市の、大会があって、はい、そして、それが6月頃かな、そして7月の全県大会と、そう進んでいきます。ですから、バレー、バスケットのみなら柔道、剣道なんかも今全部各地区で行われています ね、うん、そうですね、それが続くと、うん、それ と、今年度は中学校の大会にクラブチームが参加できるようになる大会でもあります、はいはい、どのような変化が起きてくるか、うん、それは実際見てみないと分かりませんので、また各競技団体の、特性によってクラブチームは参加できないとか、あるいはこれは決まりなんでしょうけれども、秋田市以外の選手が入っているクラブ、例えば私がサッカーのチームを持って県南から選手が来ている、小川から来ている、そういう時にその小川や県南から来ている選手は秋田市の大会に出れないとかね、そういうものがこの後入ってくるかと思うんですね。いずれにしろいろんなことをしながら選手が、伸びていってほしいなと思いますね。はい、ね、この春季サッカー大会にはそのクラブチームっていうのは出場はされてない状態でしたね。サッカーの場合
あのどの大会でもクラブチームは参加しません。あ、はい、あ、そうなんですね、うん、別にあのクラブユースの連盟があってその大会は別でやってますから、はいはい、なるほど、はい、この思春期サッカー大会は、決勝戦が、こちらです。こちらのカードで行われまして、先ほど話したように、はい、まあ、みんなどのチームも大体同じような今のところレベルであって、ファイナルもこのように合同チームが決勝まで行ってますね、うん、で城南のチームが2対1で勝って、で五所野学院、南高中等部、将軍の子3校ですね、うん、でこれは今新しい1年生が入ってきてその後の人数によってこういうバランスになっているんですね、ですから昨年秋の新人戦の時は南高中等部と川辺中学校が一体になった合同チームです、うん、練習は一緒にできないですから離れていますから、うん、やはりあの、土日の練習とかそういう形ではあのやっているかと思います。大変ですね、うん、親御さんのサポートも本当にね、はい、そうですね、必須ですねこちらはね、はい、ということで、思春期サッカー大会は城南中学校が優勝をしています。これから、夏の大会も行われますので中学生の皆さんも頑張ってください。以上サッカーの話題をお届けしました。尾形隆のサッカーニュースのお時間でした。